ピガスブリーカーこれはですね 5.5 くらいでユンユーリング 5.6 刻みますね。刻みました。6はないと。6はないですね。これはヒューゴユーリです。いやこれは体力がなくなりましたから、ね、体力ないですね。ないですね。今日も4回で死にますからね、これ。あーそうですね。ユンも体力ないですから、ね、低いですからね。低いですよね、ほんと。幻影が何回発動できるかって組み合わせなんですけど。そうですね。まだ0回ただここで1回目。そうですね。ただこれループさせるにしてもやっぱ触りって回収しなきゃいけないんで、はい、やはりそこのヒューゴのムーンとギガスがありますからね。あ、その通りです。触りに行って全部行くところにグルグルってされたらだいぶきついんで。きついですね。回収ゼロでダメージを負ってしまうと。そうなんですよね、ほんと。さあどうする。コアッパ投げてテール。もう通常投げも痛いですね。痛いですね、ほんと。さあ手前も処理。これは幻影乾燥しても知らない体力ですからね。結構きついっすね。そうですね。まだ使わない。そうですね。初あっと今のは下風呂入れてましたね。コアッパもうまくりに行くにはあそこから、はい、1回はなんかそういう選択肢を取らないと。ただ、さあ時間がなくなってきたがここでギガスを吐くとそういうことですね、はい、とりあえずラウンド取っとくかって感じで吐いてきましたね。まあ、これはコアッパとしてもまあ使わしたと。そうですね、前向きにいけますね。ここはもう開幕幻影陣で判定ですね、はい、これはおお結構減りました。さあこれは人読みの予感がする下風呂、まあ、十分なダメージですね。そうですね。うまい。ここでムーン。さあ4分の1ゲット。さあ中パンチ。さあ幻影を貯めるか攻めるか。幻影に行きました。暴れますね。これはね、確定してる時もあるんじゃないですか、ね、本当ですか。多分ヒューゴ当たるのが早すぎて。あー、なるほど。座高の高さが高すぎる上に。そうですね、まあ、ヒューゴ側が有利なのは間違いないです。当ててやばいですね。ギガスも確定じゃなかったでしょ。あー、なるほど。じゃあもう溜まったヒューゴにはギガスあるともう無理だと。そうですね、旋風いけませんということですね。先端旋風ぐらいじゃないといけないんじゃないですか、ね、なるほど。お、これは懐かしのコンボちゃんとしてますね。乾燥してここは、これでも怖いっすね。このパームで暴れ、おっと悲鳴が上がりましたね。暴れ散らかしてるのやばいっすね。そうぜ、パームで、あ、お死なないか。ここで、いや、これは死ぬ死んだ死ぬ減りすぎじゃないですか、これバカ減りでしたね、今の。バカ減り、ダメージ管理ぴったりですね。完璧でしたね、今の。死なないと思ったら死にました。死にましたね、今の。いや、お見事です、早尾さん。